ドクロ君が彼氏になってくれますように。おや、恋のおまじないかな。うん、ドクロ君モテモテだからライバル多いんだよね。へえ、おまじない聞くといいね。うん、もうお休みの時間だからお話聞いて寝ようか。じゃあ今夜はこのお話でどう、花子。呪いの手順。俺が密かに思いを寄せていた女の子がいた。ああ、なんてルカちゃんは可愛いんだろう。なあ、アキラ、ゲンから聞いたけど、お前あの子が好きなんだろ。俺が取り持ってやるよ。え、余計なお世話だ。いいよ別に、やめろよ、自分で告白するから。いいからいいから、俺に任せろって。同じ大学の腐れ縁、悪友の春がそう言って去っていく。嫌な予感しかしない。バレないように気をつけて、あいつには言うなってみんなに口止めしたのに。俺と違ってあいつはモテる。大抵の女の子はすぐ春を好きになる。きっとルカちゃんだって。そして案の定、春はルカちゃんを口説き落とした。悪いなアキラ、そういうつもりじゃなかったんだけどさ。嘘つけ、いつもこうだ。俺が好意を持っていることを知った瞬間、春はその女の子に声をかけ彼女にしてしまう。人のものを取るのが好きなやつっているよね。まさしく春がそういう男だ。あいつとは保育園からずっと腐れ縁で、いつも新さんを舐めさせられてきた。これで8人目だ、もう許さない。見てろよ春、絶対ギャフンと言わせてやる。俺はあいつにどう仕返ししようかと考えていた。見た目は負けている。体力じゃかなわない。遊び人のくせに成績だってあいつの方が優秀だ。やばい、何一つ勝てないじゃないか。そう、俺は冷静に考えて気づいた。絶対これ普通のやり方じゃ仕返しなんて無理だよな。悶々としながらカフェでコーヒーを飲んでいると、お兄さんどうしたの、思い詰めた顔して。ここ座っていい？ああ、どうぞ。他に席が空いていなかったようだ。無言なのも気まずかったから、お姉さんの問いにいろいろ答えてたら春のこともつい喋ってしまった。初対面なのに愚痴聞いてくれてありがとうございました。いや、いいのよ。よかったら君この本読まない？信じないかな、おまじないとか呪いとか。私、呪術とか学んでるの。役に立つかもよ。ふふ、じゃあね。あ、この本の代金はこのコーヒーで結構よ。くれぐれも、実践するときは注意事項を守ってね。お姉さんは自分の伝票を僕に押し付け、カフェを出て行った。うまくおごらされただけのような気がするけど、帰宅してすぐ呪いの本を読んでみた。何何？呪いの手順を間違えると、その呪いは自分に返ってきます。あなたはそれでも実行しますか？ほうほう、面白そうだ。実行しよう。春に一泡吹かせてやるんだ。1、まずはじめに目を閉じて呪いたい相手の顔を思い浮かべます。俺は目を閉じた。頭に春の姿を思い浮かべる。あれ、次なんだっけ？2、どんな呪いをかけたいのか思い浮かべます。なるほど。死ぬとか病気になるとかはなんか怖いから、まずはあいつがことごとく女の子に振られる呪いをかけよう。イケメンの見る影もないほどデブって、ブサイクになっちまえ。そして就職に失敗し、ろくでもない相手と不幸な結婚生活を送り、最悪な人生を送るのだ。春は生きながら地獄を味わえ。ふははは、ざまあ見ろ。こんな感じでいいかな。よし。3、最後に目を開けます。終わりかな。うん、なんかこれだけでも気分がちょっとすっきりしたぞ。どうなるか楽しみだな。1ヶ月後。お前しばらく見ない間にだいぶ貫禄出たな。増量中か。誰かわからなかったぞ。呪いをかけて1ヶ月後、俺はありえないほど太って、以前よりさらにブサイクになった。呪いの影響だろうか。春はいつもと変わらなかった。なんで失敗したんだろう。俺、この先ろくでもない人生になるんだろうか。
呪いの解き方書いてないよ。なんておまぬけなんでしょう。なぜ失敗したのか。そう、彼は手順を守りませんでした。途中で目を開けてしまいましたね。この先、文字通りの呪われた人生を送ることになるのでしょう。恐ろしい話ですね。では、私も花子と一緒に寝ようかな。どうぞ皆さんも良い悪夢を。